クッともこびたこぎおすかです。現状最新1109話でベガパンクからのメッセージを受信する側の世界中の様子が書かれました。その中でウォーターセブンも映って、アイスバーグの秘書の子がテキパキと手配する様子が書かれた。この子自体は扉絵で2回登場してて、カリファみたいな候補者を退けてアイスバーグの秘書に見事採用された天才秘書。コアな読者は地味に注目してたキャラですが、名前は出てなくて、最新話でついに名前が明らかになった。名前はアリーチェ。アリーチェちゃんだったのね、くらいに思う人がほとんどで、それが当たり前だと思うんですけど、僕は、なんでアリーチェっていうのって思ってしまうタイプなんですよ。1109話が旨味が強いって話で、先週も昨日もいろんな話したんですけど、まだ動画にできてない話があって、ちょうど救済期間なんでより惚れる部分、面白話をこの動画内で数個話します。火曜から金曜まで連続投稿やってて、明日と明後日も別の動画出すんでぜひ見てください。その面白話一つ目がサムネにもしてるアリーチェの話です。結論から言うと、このアリーチェの名前、アンチョビ由来だと思います。これだけ聞くと、だから何っていう話かもしれないんですけど、これが鍵になってる。ウォーターセブンはイタリアのベネチアをモチーフにしてる。わかりやすいし有名ですよね。水上都市で仮面の文化もほぼそのまま同じ。この仮面文化が CP9 が素性を隠すための要素としてうまく使われてたわけですよね。アクアラグナーもアクアアルタっていう災害を元にされてますし、ウォーターセブンのキャラを見てみても面白いです。パウリーの好物は、イチゴのリキュールとかいう変な設定。ベネツィアにはフラゴリーノっていうワインがあって、それは法律上違法で一般的には出回らない幻のワイン。フラーゴライコールイチゴって意味で、その名の通りイチゴ風味のするワインなんですよね。パウリーのイチゴのリキュールはおそらくそのフラゴリーノのことを言ってるんだと思います。タイルストンの好物は子牛のレバー。これも主に煮込みでベネツィア名物なんですよね。ウォーターセブンは分かりやすいところから細かいところまでベネチア要素が張り巡らされている。モデルにするぐらいですから、小田先生は相当ベネチアについて詳しい。そんなベネチア名物の一つでもあるのがアンチョビです。日本ではカタクチイワシの塩漬けを表す言葉ですけど、イタリアではカタクチイワシって魚そのものです。地中海でよく取れる魚。アリーチェはイタリア語でアンチョビって意味なんですよね。ベネチア要素から名前がアンチョビになってるのがアリーチェ。ちゃんとした発音はアリーチですけど、ビビンバーなのか、ビビンバーなのか、ビビンパーなのかくらいの違いでアリーチェ。じゃあもう一歩踏み込むと、なんでありとあらゆるベネチア要素の中からアンチョビがチョイスされてるんですかって話。さらに、なんでこのタイミングまで名前の公開が引っ張られたのか。この二つを考えると面白い発見がありました。まず、この動画で話しましたけどって言ったら見てないわってなって離れがちなんですけど、何言ってたか簡潔に話しますね。ボニーを監視してたアルファは、名前も見た目も似てるし、おそらくカリファの妹。カリファはお父さんもサイファーポールで、喫水の諜報機関家系なんで、アルファもサイファーポールなら、やっぱり姉妹でしょ。インクキャラで処理できないほど共通点もありまくったって話。そんな、アルファを倒したのが、ボニー。その時にまさにこの扉絵を思い出した。カリファそっくりのやつをオーディションで倒したのがこの子。ボニーとアリーチェが同じようなやつに同じような年齢で打ち勝ってる。打ち負かしてる。つまりこういう対比があって、アリーチェはボニーとリンクするキャラになってるんだと思います。ワンピースでは1300人ぐらいキャラが出てて、その中でもパズルみたいにリンクするキャラっていうのが結構いるんですよ。その一つがこれで、ソルデイコール氷菓子の国王の下でボニーはいた。アイスバーグ、氷山って意味のアイスのおっさんの下でアリーチェはいる。この氷のイメージでも繋がるし、ピンクのイメージもボニーとリンクしてるからだと思います。ソルベとアイス。ピザでイタリアイメージもある。ベネチアでイタリア。このあたりが繋がるのが二人をリンクさせてる決定的な根拠かなと思いますね。で、ちょっと遠回りしますけど、これに戻ってくるんで聞いてください。迫害を恐れた時代にキリスト教を表す隠れシンボルの一つが、このイクトゥースっていう魚のマークで、クマがキリスト教キャラで、田舎牧師って罵られてて、ソルベの端で迫害されてるかのように存在してる。実際ベコリが滅ぼしかけた。迫害されてるキリスト教徒になってる。だからそんなところに魚っていう魚キャラが配置されてるんだと思います。
そんな漁業がボニーのクルーにいることからも、ボニーの船は漁船で、最初は魚マークが掲げられてましたよね。ボニーの周りの魚は、ちゃんと意味のある魚なんですよ。だからこそ、10歳頃のボニーと対比させられてるアリーチェは、魚にまつわる名前。ベネチアと魚っていう要素でヒットして、響きもいいからアリーチェっていう名前になってるんだと思います。だからアリーチェの好物が今後明かされたら、アンチョビか。よりイタリアとボニーに近づけるなら、アッチューガピザ。アンチョビのピザだと思います。ちなみに、アリーチェの考えうる小ネタ、仕掛けられてそうなこだわりの話。例えば、ドンドットットは普通カタカナですけど、ひらがなの箇所もあります。それは、こんなリズムだよって子供に教えるところで、おそらく意識的に表記が使い分けられてるんですよね。それを踏まえて、今回のアリーチェのテキパキは、ひらがなでした。同じポジションやったカリファはカタカナ。カリファってなんやかんや仕事は完璧やったんで、アリーチェはまだ仕事力でカリファには及ばないってことを意識的に表してるのか、もしくはアリーチェは子供やからひらがな、カリファは大人でカタカナ、小田先生が無意識で使い分けてるのか、かなり気になるところ、個人的に。SBS で答えてほしいですね。で、そんなアリーチェって名前が今まで伏せられてた。ガイモンのところで出てきた樽入り女のサーファンクルとか、月見博士とかこう見る中将みたいに扉絵で出た時点で公開されてもよかったし、それが普通だと思うんですけど、なぜこの回で名前が明かされたのか、ここにも意味があると思います。小田先生はこういう玉を大量に用意しているがゆえに、いつそれを打つかまで考えてるはずなんですよ。まずボニーとリンクするキャラなんで、エッグヘッド返済中であることに意味がある。さらに小田先生は動物の森が好きです。時折こういう手書きメッセージありますけど、その中で動物の森面白いよねって発言がありました。アリーチェはアンチョビ。動物の森でアンチョビってキャラがいます。そのアンチョビの誕生日が3月4日なんですよね。昨日の動画でも散々話してるように、1109話の発行日が3月4日で、アンチョビの誕生日が3月4日。ここに命中するように撃たれた弾だと思います。偶然ですか、このつながり。偶然でもいいですよ。すごい。だからアリーチェの誕生日はもしかしたら3月4日かもしれません。で、もう一つ別の面白い話。あれ？ここ引っかかりませんな話。ベガパンクが10分間のインターバルを設けましたけど、コーヒーを入れるのに10分かかると。それやったら間に合わんやないかいっていう一幕ありましたよね。あれ？ここ引っかかりません。ルフィたちがエッグヘッドに来た時、最初無人調理器ってありましたよね。500種類以上の料理を1分以内に提供できる。コーラも出てきたし、コーヒーなんて余裕で作れそう。明確に1分以内って表記された。なのに映像の段階では10分かかるってことで、まだその無人調理器がなかったってことになる。そもそもあの映像はいつ撮られたのか。クマがエッグヘッドで研究改造されてる時、祈ってるシーンにも、研究所内を歩いてるシーンにも、どこにもサテライトたちがいないですよね。いるのは作業員たちだけ。おおよそ2年前、熊の死をきっかけに世界政府への反逆の意思を込めて映像記録として残したのがあの配信だと思います。その時点で私があと5人いればっていう発想を持ってサテライトを生み出した。だから記録映像の段階ではサテライトが映ってる。この時にコーヒーの下りでベガパンクがイライラしてる。その勢いで作り上げたのがあの無人調理器なんだと思います。コーヒーが10分以内に間に合わないってだけの描写じゃなくて、あの無人調理器が生まれたきっかけを書いてるシーンなんだと思います。ベガパンクはたった2年で急激に開発を行ってるし、ちゃんとそれぞれに開発したきっかけがありますよってのを書いてるところかなと思いました。まあこれはあるかわかんないんですけど、派生するとコーヒーといえばスターバックス。ルフィが投げた五老星、星のサターンが戻ってきた。スターがバックする。スターバックスってか。っていうのが同じ回に書かれてるとかもありつつ、最後に数字に注目してみましょう。最初は1時間。次に10分にしましょう。経過して9分半。
準備時間のカウントダウンの中で出てきた数字が1109で、今回の話数1109話と同じなんですけど、これ合わせてるんですかね？偶然でしょうか？偶然でもいいです。すごい。おそらく最終章のプロットはガチガチに固まってる。その上でエッグヘッド編として分かる人には分かる小ネタ、仕掛けをここぞとばかりに詰め込んでくれる余裕があるんだと思います。それがワンピースはすごい。日本一売れてるのにそんなところもやってるのがすごいってのを日々感じます。でんのおまけに行くまでのストロークです。パウリーの好物はイチゴのリキュールって話しましたけど、もう一つあります。それがイワシの酢漬け、酸味の効いたイワシ料理。これももちろんベネチアで食べられてるもの。アンチョビもイワシで、保存食で煮たイメージの食べ物です。アリーチェはアンチョビ。ってのを踏まえて素敵なおまけどうぞ。はい、ここはエンディング後なんで見てる人も少ないでしょう。さっきもちらっと話したんですけど、何が言いたいかっていうと、アリーチェってキャラ一つとってもこんなに奥深い作品って他にあるんですか？まあ、あるんでしょうけど、ほんまにこれが小田先生の神髄。言葉遊びとか設定、その詰め込み方、長期旅行のパッキング並みの整頓。小田先生って適当風に見せかけてめっちゃ真面目、まあ、こんなん言ったら営業妨害やけど、いわゆる普通の読者、ライト層、そこが読んでもめっちゃおもろい。なのに俺みたいなうがった見方するやつ、もしくは文学として読み解きたい人、うるさ型みたいな人に対しても細かい仕掛けが用意されてる。こここそがワンピースの奥深さやと僕は思うんですよね。逆にそこまでできる余裕があるからこそ、裏が完璧やからこそ、表はそりゃ面白い、ライト層は自然に面白く感じれる。当たり前のように単なるわっけわからん落書きみたいなアートじゃなくて、見る人に寄り添った素晴らしいアートやと思うんですよね、ワンピース。よいしょ。